はい、今ですね、ブルガリアのソフィアにいます。でソフィアの、今有名な、ね、教会の近くにいるところなんですけど、一つね発見したものがあります。あ、こんな感じで日本とブルガリアの国交回復40周年を記念して、日本よりソフィア市に桜を50本寄贈するということで、1999年10月12日に在ブルガリア国名全権大使の増井さんが、ここに50本ね寄贈したという記念に残ってます。すごいですね。この辺りなかなか美しいですね。すごいな。4年ぶりにね、ブルガリアソフィア来たんですけど、久々です。なかなか今回もねこの教会来たんですけどね、すごいね。でまあ、こんな感じで全世界を回ってると日本と関連したところっていうのはねかなり多くあります。まあこれからもね発信してまいりたいと思います。